アメリカの6月の中古住宅販売件数は416万戸で前の月から3.3%減少しました市場予想を下回り5ヶ月ぶりの低い水準となりましたまた販売価格の中央値は41万200ドルで過去最高値を記録した1年前からわずかに下落しました発表元は売り物件は不足していて 在庫が倍増したとしても市場は簡単に吸収できると指摘しています。